ほうれん草の納豆への材料紹介です。まずほうれん草とここに人参を加えていきます。人参を加えるとほうれん草だけの時よりもすごく食べやすくなります。それから納豆和えですので納豆を加えていきます。で、納豆を使う時は納豆の天ぷらとか中にこう混ぜ込むものとか揚げてしまうものに関しては普通の小粒の納豆でも大丈夫なんですが、直接こう口に入るものはこの引き割りタイプのものを使った方がお子様が口の中でまとまりやすくなって食べやすくなります。で、それから鰹節とお醤油で和えていきます。葵の給食室、納豆和えの人参を切っていきましょう。人参は細切りにしていきます。今日はもう短めに切ってましたのでこの長さで使っていきます。ほうれん草を切っていきましょう。で、ほうれん草は皆さんご家庭で作るときもしかしたら根元切り落とさないでそのまま茹でる方も多いと思うんですが、保育園ではここをよく洗いたいんですね。この土がすごくここについています。で、根元の部分の土しっかり落とさないと土っぽさが残ってしまって、それが原因でお子様がほうれん草を食べないということもありますので、まず根元を落としてから保育園ではたくさん水を3回ぐらい取り替えながらよくこの土をまず落とします。ほうれん草はよく土洗い落としたらまずこの茎の部分は2センチ幅くらいにカットしていきましょう。で、葉っぱのここの部分はこのままザクザクと切っていきまして、そしたらまだこれだとビローンと長いのでこれが口にへばりついてしまったりとか、あと結構繊維が入ってますので噛み切りにくい原因になります。なのでこの包丁の刃を縦横斜めに入れて、まあ、ざっくりとした粗みじん切りのような形で切っていきましょう。納豆和えの人参を切っていきましょう。人参は細切りにしていきます。今日はもう短めに切ってましたのでこの長さで使っていきます。ほうれん草を切っていきましょう。で、ほうれん草は皆さんご家庭で作るときもしかしたら根元切り落とさないでそのまま茹でる方も多いと思うんですが、保育園ではここをよく洗いたいんですね。この土がすごくここについています。で、根元の部分の土しっかり落とさないと土っぽさが残ってしまって、それが原因でお子様がほうれん草を食べないということもありますので、まず根元を落としてから保育園ではたくさん水を3回ぐらい取り替えながらよくこの土をまず落とします。ほうれん草はよく土洗い落としたらまずこの茎の部分は2センチ幅くらいにカットしていきましょう。で、葉っぱのここの部分はこのままザクザクと切っていきまして、そしたらまだこれだとビローンと長いのでこれが口にへばりついてしまったりとか、あと結構繊維が入ってますので噛み切りにくい原因になります。なのでこの包丁の刃を縦横斜めに入れて、まあ、ざっくりとした粗みじん切りのような形で切っていきましょう。葵の給食室、人参を茹でていきます。水から茹でていきますので、お水に入れたら火をつけましょう。人参は沸騰してからだいたい3分くらい経ったら引き上げていきましょう。今日は人参細切りというのがちょっと気合い入って千切りになっちゃいましたけど、次はほうれん草を茹でていきましょう。こんなにね、たっぷりあるのに多分茹でたらね、かなりちっちゃくなると思います。だからほうれん草って結構かさがね減るので、いっぱい食べさせたいって時はこういった葉物を入れるとね、すごく野菜食べられますので便利です。ほうれん草は沸騰したところに入れて2分経ったら引き上げましょう。そしたら先ほどの人参と合わせて流水にさらしてしっかりと冷ましておきます。いいよ。納豆和えのほうれん草と人参は流水にさらしてますので、しっかりとまずこの水分を絞りましょう。ちなみに私はこのいつもザルの上で絞ってますけど、普段はねシンクの上で、皆さんはシンクの上でね水切りしてください。ちょっと画角的にねこのザルで絞るしかないっていう。そしたらもうあとは全てを混ぜていくだけです。引き割り納豆を加えていきます。で、この納豆入ると口の中でこうまとまりやすくなるんですね、このほうれん草と人参が。
で、あとこう食感もツルツルとして、お子様が、まあ、好きな食感なんですよ、ツルツルしたのって。なのでこの野菜がもうだいぶ納豆入ることで食べやすくなります。で、あ、今かつお節入れました。ちょっと喋ってた。これで醤油を加えます。ついにちょっと喋っちゃう。そしたらもうあとあえていきましょう。納豆は結構好きなお子さん多くって、苦手なお子さんの方が少なかったんですよ。で、こういうあの和え物っていうか、シンプルなほうれん草と人参だけっていう時は、かつお節とかこういう納豆とか、あとコーンとか、お子様が食べやすいものとか、あと風味とかがあるものを混ぜるとすごく野菜が食べやすくなります。あとこう納豆がね入るだけで鉄分も上がるし、大豆製品って結構取りたいんですよ。私たち栄養士は特に。なのでこういう食べやすくもなるし、栄養価も上がるしっていうところでかなりポイントになります。美味しそう。では納豆あえは冷蔵庫で冷やした方が味なじみが良くなりますので、いただくまで冷蔵庫で冷やしておきましょう。納豆ってすごく混ぜることでツルツルっとした食感になるので、お子様が食べやすい食感と、あと口の中でこのネバネバがまとまりやすくしてくれるので、ほうれん草とか野菜がすごく食べやすくなるんですね。で、さらにこういう大豆製品、納豆を混ぜると鉄とか、あと食物繊維とかも上がりますので、こういうのって私たちが一生懸命献立を考えても上がりにくい栄養素なんですね。なのでこういった副菜に納豆をあえると食べやすくもなりますし、さらに栄養価もアップするので、とってもおすすめです。葵の給食室、給食給食嬉しいな、おててもきれいになりました、みんな揃ってご挨拶。それでは皆さんご一緒にいただきます。これが美味しいのは食べる前から知っている私は。いただきます。こうそう、あんまりね、こう混ぜるとそんなに糸がね引かないんですよね、納豆の。うん、入れた瞬間、口の中に入れた瞬間にもう美味しい。納豆美味しい。納豆独特の風味と鰹節の風味がかなり強めに出てますので、ほうれん草の苦味とかが普通の和え物よりもかなり軽減されてます。さらにこのネバネバがすごく材料をまとめてくれてるので、ツルツルっと本当にあの喉越しがいいっていうのかな。すごくね食べやすくなってます。なのでほうれん草苦手なお子様とかは、こういう納豆和えにすると本当に食べやすくなりますので、ぜひぜひやってみてください。材料もシンプルだし、すごい簡単なので、本当にあの普通のおかかえとかごまえとか、ちょっとあの作りすぎて飽きたなとかね、そういう方はぜひ納豆を混ぜてみてください。栄養価もねかなり上がりますので、本当におすすめです。葵の給食室のミールキットが全国発売されました。その名も、子供と食べる魔法のミールキット。まずは保育園向けです。毎月葵の献立表と食材、それから必要な調味料すべてがセットになってお届けされますので、食材のロスもなくなり、皆さんが食材をご用意していただく手間が省けます。現在無料お試しキャンペーン中ですので、詳しくは概要欄をご覧ください。一般家庭向けは10月に発売予定です。もう少しお待ちください。それでは皆様のお申し込みお待ちしております。